2009ワールドこのムーブのスタートの様子ワールドエコのムーブとは大会側から支給される同一コンディションのバッテリーあるいは水素ボンベを用いて2時間のレース時間内に走る距離を競う小エネルギーレースである1995年に秋田県大型村のソーラースポーツラインで第1回大会が開催された当初は同地で開催されるソーラーカーレース ワールドソーラーカー、ラリーの入門編としての意味もあったが、競技自体の面白さ、ソーラーカーレースと比べても手軽であること、ガソリンエコランからのコンバートも容易であったことなどから、現在ではソーラーカーレースよりも参加台数は多くなっている。毎年5月のゴールデンウィークにソーラースポーツラインの南の端までの1周 6km のコースを利用して開催される。競技としては、 鉛蓄電池部門と燃料電池部門があり、いわゆるエコランなどと同様の車体にバッテリーあるいは水素ボンベと燃料電池を搭載し、モーター駆動によって2時間走行し、走行距離を競う。電気自動車の省エネルギー技術を向上させるという観点から軽量なドライバーが有利になりすぎないよう、全車でドライバー体重に調整バラストを加えて 70kg と、 なるように調整を行う。また、ガソリンエコランでは500ミリメートル以上というトレッド間隔に関する規定があるが、ワールドエコのムーブにはないため、中には二輪車も登場した。入門者が参加するのに要する経費、技術的なハードルが低いため工業高校や高等専門学校や個人での参加が多い。プラスチック段ボールや複合材を使用する等の工夫によって、 軽量化や空気抵抗低減を実現するために切磋、琢磨している。2009年まで豊橋でも開催されており、バルブキャノピーの製造方法の講習会も開かれていた。鉛蓄電池部門は電気自動車レースであり、スクーターなどに使用される低格容量 12V-3R の小ガ電池製造による制御弁式鉛蓄電池4個が支給され、 百四十四 w h のエネルギーを二時間で使用する。実際の放電可能なエネルギーは放電レートが高くなる影響で百十 w h 程度となる。十五から三十キログラム程度の車体に七十キログラムのドライバーが乗車し、創出量は八十五から百キログラム程度となる。近年は七十ワット程度の消費電力で、巡航速度が時速五十キロメートル程度に達するほどの 省エネルギー性能を実現している。なお、144Wh 分の電気エネルギーを電気代に換算すると約3.9円分となる。燃料電池部門は燃料電池車レースであり、60リットルの水素、急増合金ボンベ2本に合計 110NL 分の水素ガスを充填したものが支給される。これを固体鉱分子系燃料電池を使用して、 電気エネルギーとして取り出し、モーターで動力に変換し、時速 48km 程度に達する巡航速度が得られている。2010年からは 175NL 程度の水素ガスが充填されたボンベが支給され、120NL までを使うという競技方法に変更され、超過使用分に応じて走行距離が短縮されるという競技ルールに変更された。なお、 水素急増合金は水素を放出する際に、吸熱反応を生じるため、燃料電池の排熱利用でボンベを温める機構が設けられるなどの工夫がなされている。2014年大会からは、C 級出版などが中心となって、初心者向けクラスとして、ウェム・ライトクラスが誕生した。また、このクラスへの出場を容易にするため、対応するモーターや四輪のキットカーが、 販売されるようになった。大会では EP という単位を用いてガソリン車との燃費比較も行っている。1EP イコール 8972WH イコールガソリン1リットルの持つエネルギー量として計算される。これによると現在は 5600kmL を超える驚異的な燃費性能が記録されている。現在、鉛蓄電池部門の優勝者は 平均速度時速 45km で走行するが、仮にガソリンエコランのみの時速 25km で走行させた場合、計算上は1万 km、L を超える燃費が得られることになる。燃料電池のように、電気化学的に、化学エネルギーを電気エネルギーに変換する場合、内燃機関のように熱に変換しないために、カルノー効率よりも高い変換効率が可能になり、 内燃機関等の熱機関では到達できないエネルギー、変換効率が可能となる。上位チームでは、軽量化のための炭素繊維強化プラスチック構造材、電気二重層コンデンサを使用した回生ブレーキ、低転がり抵抗タイヤ、鉄損を低減するために、鉄系のアモルファス金属を電磁石コアに応用した、ブラシレス DC モーター、低空力ボディなどの技術を投入し、 高度な省エネルギー技術が惜しみなく投入されているという特徴がある。同様の大会が日本国内だけでなく、太陽国のバンコク、パタヤや台湾などでも開催されており、同じクエコのムーブを名乗る大会もいくつか開催されている。当日のコンディションに合わせて車両のポテンシャルを最大限に引き出すレースマネジメントによる他社との駆け引きが勝敗に大きく影響するため、 これも醍醐味の一つとなっている。競技レベルの向上を目指すために、日本太陽エネルギー学会などが主催する、電気自動車、燃料電池車、ソーラーカー製作講習会が毎年開催されている。2004年から2008年にかけて、ウェ m で5連覇を達成した、電気自動車、ファラデーマジックに、2010年2011年は、燃料電池部門で優勝を収めている。 2009から2012年にかけて、WEM で優勝した、ZDP のタキオン2003年にミラクルで、んちくんとして鉛蓄電池部門で優勝し、コンバート後、2008、2009年の WEM 燃料電池部門で優勝した、東海大学チャレンジセンターのマジカル燃料電池くん、菅尾、豊橋など各地で、同様の大会が開催されるようになってきたことから、 ある程度のレギュレーションの統一を図り、通算ポイントで順位を競うワールドエコノムーブ、グランプリが2002年より開催されている。2007年度は海外でも初開催され、グランプリは全8戦となった。2018年度は全5戦が開催予定。ワールドソーラーバイシュクルレースの S クラスは、エコノムーブ参加車両に太陽電池を搭載することで参加できる ありがとうございます。